打ち合わせなしの、打ち合わせなしのぶっつけ本番で、そんな感じで。じゃあよろしくお願いします。今回ユーチューバーみたいな。今回若手の薬剤師の人たちがこう集まって、まあ、いろいろ勉強したりとか発表したりとかする場だと思うんですけど、まあ、そもそもこうモットっていう、タイトル名前がついた由来とかを教えてもらってもいいですか。まあそもそもなんか結構口癖がもっと学びたいとか、うん、なんか結構運転してもなんかもっとこうしていけばいいのにみたいな。運転しながらもっと早くウインカー出せばいいもっと早く行けばいいそっちじゃなくてエアガン向けてあるじゃないかもっと行けよじゃなくて、まあ、既に薬剤師として働いてる中でもっと学んでいきたいとか、まあ、そういう気持ちがあって、でそれを嫁に、コウヘってなんかもっとって口癖だよねっていうとこから始まったんですよ。そこからもコミュニティの名前をモットにしようっていう。なるほど。で今回こうそのモットっていうコミュニティで勉強会とかをするんですが、このメンバーが集まった由来とか教えてもらってもいいですか。集まってる由来っていうかもうあれだよね、だってもう浜崎くんとは1回しか会ったことない1回しか会ったことないしかもその1回も10分ぐらい喋ってないっていう時に懇親会で会って、たまたま隣に座って、喋、うんうん、って、帰って、1週間後ぐらいに突然メッセージが来て、やばい人じゃん。誰みたいな。私 のナンパみたいな感じで。SNS でナンパされて、今度やりませんかって、ぜひ。いや、今簡単なんですよね。もう、Facebook 友達だったら、メッセージ機能に、なんか追加しますかみたいなの出てきて、うん、もちろん追加と思って。で、急にメッセージ送って、こういうことやりたいんだけどって言ったら、やりましょうみたいな感じになって、あ、よかったでね、キティの場合はもう1回目のね、1回目のそのイベントをした時に初めて参加していただいて、その時初めましてだったんですよ。誰つながり？僕が昔から知ってます。学生の頃から知ってます。もう6年ぐらい前から。ぐらいですね。そうで、あんまり喋んなかった、企画の時もそんな喋ってなかったんだけど、うん、懇親会の時とかにちょっと喋って、うん、で、Facebook つながって、うん、そう嫁を目の前に嫁目の前なら言えない。皆さん、勘違いしないでください。ここ大事なんだ。こっちは本物なんだ。いや、でもこれはもうすごくて、その Facebook にそこから1週間後かどんぐらいだったっけ、1週間、2週間ぐらいにブログに、そのアメブロ、うん、にそのイベントの内容を全部記載していただいてて、で俺それ見てすごかった、これちょっとやべえ人出てきたわやばいやつみたいな。いやこういう人マジいたら最高やなって、しかも結構熱いっていうか、そういうする人ってなかなか見つかんないんで、まさしく情報感度が高い女性を久しぶりというかも初めてぐらいなのに、でもぜひって急にメール送って、ナンパされました。ナンパされました。まあやばいなこれ。ここ編集でうまくできますそうで、それで2人とも入っていただいてで、まあ、僕らのそのやっぱりしていく中でやっぱこうご意見番がやっぱ1人いてほしいって名誉の方が、ね、その時にたまたま東京に行く予定があったんで、うん、前田先生に急にメール送ってまたで、前田先生とコーヒー飲みに行きましょう、うん、で、会ったんですよね。あった表参道でしたっけ。表参道めっちゃ喋ったのね。なんかワイングラスみたいな。そうワイングラスに入ってたカフェオレをね。すごい。しかもめっちゃ薄暗いっていう、ね、そうムーディーだと思って昼間からしかもね、カフェオレね600円、700円ぐらいしますよね。高くないな、ワイングラス
それ俺2杯頼んだよ。熱く語りすぎてね。いやでもあれ2時間以上喋りましたよね。そうね。うん、でそこで自分のやりたいことをとりあえず前田先生にアウトプットして、ちょっとこう客観的にどうなのかっていうのをちょっとフィードバック受けて、あ、じゃあこれいけるかなと思って、でそこからまあ本当皆さん集まっていただいて、結構だからね月に1回2回は打ち合わせしてきましたね。東京と九州各地とすごい、そうね、そうですね。じゃあなおちゃん、今日の意気込みを。今日の意気込み、はい、今日はカメラ担当なんですけど、こっちは任されず、オズモポケットのみの、オズモポケット、オズモアクションで、小型カメラ、小型カメラの動画の撮影で、ちょっと後々怒られないように、カメラワークとかめっちゃ厳しいなって厳しい、厳しい、監督が厳しいから。頑張っていきたいと。多めに撮っておいて損はない。ね、そう、回しまくって。編集は大変になるけど、多めに撮っておいて損はない。頑張るから。あとからどの素材がどれかわからない。そうですね。まあでもね、今日皆さんにとって何かのきっかけになるようなイベントになればなと思います。うん、どうですか。最後に締めて。最後に演者で。演者じゃないですか。また今回、前1回目よりちょっと人数少ないかなって感じなので、まあ、より、ね、密な関係を持てるかなと思うので、できるだけもっとつながり作って、いろんな人と喋りたいかなと思います。はい。頑張りましょう。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。9月15日、15時、今日ね、Today、15時半から、タグスタでもっと第2回を開催したいと思います。イエイ。Ha ha ha.